はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずっこです。それでは今回なんですけども、セゾンパールアメックスクイックペイ利用で永久不滅ポイントが最大5%還元デジタルカード利用なら最大1万円相当の還元もということで、今回は僕が最近作成したクレジットカードについての情報ですね。まあ、ここ最近 SNS 上とかでちょっと盛り上がってまして、僕もやっと作成することができました。まあ、ちょっとですね、作成するにあたり一問着もありましたので、まあ、それも含めてですね、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、早速お伝えをしていこうと思うんですが、今回紹介するカードがこちら、じゃんということで、セゾンパールアメリカンエクスプレスカードというカードとなっております。で、このカードなんですけども、通常カード、そしてナンバーレスデジタルカードの2種類があります。このナンバーレスデジタルカードに関しては最近登場したものとなっております。でですね、このカードの特徴なんですけども、ざっとこんな感じとなっております。まず、年会費なんですが、初年度無料となってます。まあ、通常は1100円かかるんですが、年に1回利用することで翌年無料になるという ことなのでまあ実質もう無料みたいなもんですねで、次に作成できる年齢なんですけども18歳以上の連絡可能な方となっております で、溜まるポイントなんですけども、永久不滅ポイントというポイントが溜まります。溜まり方としたら基本的には1000円で1ポイントずつ溜まってきます。で、有効期限はなんとなしということですね。そしてさらに、この永久不滅ポイントの特徴として、交換先がかなり充実してるんですよね。まあ一部紹介させていただきたいんですが、例えば、ポンタポイントであったりとか、次に7個ポイントであったり、 まあ、モスバーガーのモスカードのポイントにできたりとか、他にもですね、スカイラークの優待券であったりとか、ドットマネーギフトコードであったり、 あと、アマゾンギフト券とか jal のマイルド化にも交換することができます。なので、永久不滅ポイントはかなりね。まあ、交換先が充実しているのが特徴ということですね。そして、今回見ていただきたいところが、ここなんですけども、特典ということで、まあ、多数あり、キャンペーン含むということですね。まあ、公式ページからそのまま引っ張ってきたんですけども、個人的にここがちょっと嬉しいなと思いまして、食料品も割引対象。声優、リビン、サニー、ゴ・ユーということで、この三種類のお店で毎月第一。 第三土曜日は全国の声優リビンサニーでのショッピングがなんと5%オフになるんですよねなのでまあ普段からねセゾンとか利用されてる方は もうご存知かと思うんですけども、僕は個人的にサニーをちょくちょく利用することがあるので、普通にこのセゾンカードを持ってても結構いいなというふうに思いました。で、次にここも魅力的ですよね。国内や海外で割引優待が受けられるアメリカンエクスプレスコネクトということで、まあ、簡単に言うとそのアメックスの特典も受けることができるということですね。で、あとですね、安心してネットショッピングが楽しめるオンラインプロダクションということで、まあ、何かあった時、不正使用などあった時も保証があると。あとは、e、EPC カードがあったりとか、ファミリーカード。あと特 インというようなサービスもあったりします、まあ、詳細については公式ページをぜひ見てみてくださいで今回ですねまず見ていただきたいのがここからなんですけどもぶっちゃけセゾンパールアメリカンエクスプレスカードが結構大きなキャンペーンを打ち出しておりますまあ出てる通りですね永久不滅ポイント最大5%還元キャンペーンとなっておりますでこの5%の打ち上げとしてまずこのクイックペイのご利用でいつでも永久不滅ポイントが3%還元されるプラスさらに今なら新規入会で永久不滅ポイントが 2%還元されれるこで、しかもですね、このキャンペーンなんですけども、2%還元、新規入会の2%還元のキャンペーンは、2021年の1月の5日まで、来年の1月5日まで開催がされているということになります。 で、今お伝えした特典プラスアルファ、トータルで3つ大きく特典が分かれております。まあ、せっかくなので、ここの詳細をぜひ見ていただきたいと思うんですが、まあ、まず1つ目、先ほどお伝えした、いつでも3%還元の方ですね。じゃんということで、クイックペイご利用分3、3%相当還元、永久不滅ポイント6倍についてということですね。まあ、内容としましたら、このセゾンパールアメックスを使って、クイックペイ還元店でアップルペイまたはセゾン UC カードクイックペイを使ってお買い物をすると、漏れなくご利用合計金額税 みの3%相当永久不滅ポイント6倍を還元いたしますということになっておりますでですねちょっとこれ先に気になったことがありまして ここなんですが、期限はいつまでなんだろうっていう。まず、あ、僕としたら、このキャンペーンを見たときに、まず、あ、ずっとキャンペーンってこれ開催がされてるのかなと思ったんですけども、まあ、私ね、あのキャッシュレス VTuber ということで、早速ちょっとこれについてもう問い合わせてきました。チャットオペレーターの方で、12月5日に問い合わせてみました。セゾンパールアメックスの特典、いつでも永久不滅ポイント3%還元ですが、こちらいつまでなのか終了するにいっては決まっていますかということで、チャットで問い合わせたら、お問い合わせいただきありがとうございます。 で、お返事が来まして、クイックペイ3%相当還元キャンペーンですと、2020年11月24日から2022年3月31日までを予定しておりますということで、まあ、キャンペーンのページに記載がなかったんですけども、来年、再来年の3月31日まで開催がされていると、ということで、オペレーターさんがおっしゃってました。ですけども、まあ、米印の方には、本キャンペーンは予告なく変更、終了させていただく場合がございますの、ね、で、ご了承くださいということでしたので、 で、とりあえず今現在はまあ3%はしっかりともらえるということですね、まあ、ですけどもなんでこれが公式ページにちょっと出てなかったのか正直ムムってなるところではあるんですけどももし利用される方はですねとりあえずは再来年の3月31日までとなっておりますで次2つ目の新規入会の2%還元の方ですねじゃんということで新規ご入会キャンペーンクイックペイご利用分2%相当還元永久不滅ポイント4倍についてということですね、まあ、内容については先ほどとちょっと似てるんですけども 本サイトよりお申し込みの上、対象期間中にクイックペイ加盟店でアップルペイまたはセゾン UC カードクイックペイのご利用分を2%相当、永久不滅ポイント4倍還元いたしますということですねで。キャンペーンの期間なんですけども、2020年11月24日から2021年1月5日お申し込み分まで,で、カード発行月の翌月末までのクイックペイご利用分が還元対象となりますということになっております。 で、この永久不滅ポイントの付与時期なんですけども、発行月の4ヶ月後下旬頃に加算予定となっております。で、先ほどお伝えした、まあ、3%相当の還元分とは付与時期っていうのが異なるので、ここは気をつけておいておきたいとこではありますね。で、もう一つ気をつけてほしいのはここなんですが、毎月のクイックペンの利用が1000円満たない場合は特定の対象外となります。まあ、もしかするとこのキャンペーン含めてなんですが、基本的にその1000円で1ポイントを付与されるのがの特徴でもあって たりするんですがもしそれに満たない場合は ポイント付与っていうのが外れてしまうので、ちょっとそこは気をつけてお買い物したいところではありますね。もしちょっと僕の認識が間違ってましたらコメントください。そして最後3番目、デジタルカード発行で1万円相当の還元ということで、これ結構お得なんですよね。じゃんということで、デジタルカードにご入会のお客様なら、さらにデジタルカードなら入会時のご請求から3ヶ月間ご利用金額の1万円相当が還元されるということになっております。ちなみにデジタルカードっていうのはちょっと冒頭にもお伝えした通常 この普通のカードとは違って最近登場したナンバーレスのデジタルカードのことですねでそのキャンペーンの詳細がこちらなんですけども期間については2020年の11月24日から2021年の1月5日火曜日までとなっておりますで内容なんですけどもセゾンカードデジタルへ期間中にご入会いただき以下の条件を満たすと発行月から最大5ヶ月間毎月2000円分キャッシュバックいたします期間中キャッシュバックの上限が1万円ということでその内容なんですけど まず一つ目、期間中にセゾンカードデジタルへご入会いただき、月に税込み3万円以上ショッピングをご利用いただくと、連続3ヶ月間毎月2000円をキャッシュバックいたしますと。 いうことですね。まあ、キャッシュバックされる期間なんですけども、例えば僕の場合なんですが、12月に入会をすると、そしたら1回目入会日から2月の10日利用をすると、まあ、3万円以上ですね。そしたら還元されるのが4月の5日に還元をされて、で、次2回目にまた税込み3万円以上使うと。まあ、それが2月の11日から3月の10日。そしたら5月の6日に還元をされる。そういったま、サイクルで使っていけばしっかりと還元されるということになっております。 で、次、二つ目の特典なんですけども、丸一の条件をクリアの上、まあ、先ほどの毎月税込み3万円以上をクリアの上、発行月を含めて5ヶ月以内に、以下の指定の携帯電話、電気料金、動画配信のうち、いずれかのおっしゃらに登録いただくと、さらに追加で2ヶ月間、毎月2000をキャッシュバックいたします、ということになっております。以下の指定のっていうのは、 こちらなんですけども、特典対象の加盟店ということで、携帯電話であれば、ドコモ、au、ソフトバンク、y モバイル、u q モバイル、line モバイルとか、電気料金であれば、北海道電力、東北電力、東京、北陸、中部、関西、中国、四国、九州電力、沖縄電力。で、動画配信であれば、フールっていうのは、こういったところで、いずれかを支払うと。そしたらさらに2ヶ月間、毎月2000円をキャッシュバックされるということになります。例えば、僕の場合、12月に入った場合は、こんな感じのスケジュールとなっております。 還元回数として1回目の場合は還元される月が7月5日結構先ですね。で、2回目の場合は8月4日に還元されるということになってますんで、まあ、条件としたらかなり緩いと思うんで、サクッと登録して使うのがいいかなと思いますね。 で今回なんですけどもまあ、作成するにあたって2種類カードがあるんですが通常カードとナンバーレスデジタルカードということで今回キャンペーンを打ち出しているのはこのナンバーレスデジタルカードの方なんですよねまあ、詳細は先ほどお伝えした通りなんですがちょっとここ見ていただきたいんですが後日カード番号有効期限5名義の記載のないナンバーレスデジタルカードナンバーレスカードをお届けいたしますナンバーレスカードは IC 付きのクレジットカードとしてご利用可能ですなおカード番号等の情報はアプリ上でいつでも互角 おそらく今このスマホに映っているようなカードが届くのかなと思います。まあ、正直ちょっとどんなカードが届くのかめっちゃ楽しみではあるんですけども。 ま、あ届いたら届いたで、もしかすると動画にするかもしれないです。で、ここからなんですけども、ま、あ僕自身ですね、もう動画でも言ってるんですが、実際にこのセゾンパールアメックス作成してみました。で、例のごとくですね、もう、クリストカードとか作るのであれば、もう絶対と言っているほどポイントサイト経由がお得となっております。で、今回久しぶりにですね、ポイントサイトのモッピーを使ってみました。使い方めちゃくちゃ簡単なんですけども、まずはモッピーの画面を開いていただきます。そして、ここの虫眼鏡のマークをタップしていただきます。 いただきますで、検索するバーが出てきますので、ここをタップしたら、文字入力のところで、セゾンパールという風に入力します。まあ、いろいろ出てくるんですけども、これで検索をかけたら2つ出てきます。で、ちょっとどっちをタップしたか忘れたんですが、一応この画面が出てくればバッチリです。 この部分ですね、見ていただきたいのは、セゾンパールアメリカンエクスプレスカード、デジタルカードという風に入ってれば大丈夫です。もしデジタルカードじゃない場合は通常のカードが発行されるので、デジタルカードの特典を受けることができませんので、もしデジタルカード発行されるのをご希望されている方は、ちゃんとここにデジタルカードという風に入ってるか確認をして進んでください。ちなみに今現在、僕がこのカードを発行したのが12月の4日なんですけども、6000相当をゲットすることができます。お得ですよね、この時点で。で 早速作成してみたいと思うので、このポイントゲットというところをタップします。そしたら、セゾンアメリカンエクスプレスカードの画面に切り替わりまして、画面を下に下がっていただくと、真ん中にカードの新規申し込み、初年度無料って出てますんで、ここをタップしてください。で、もろもろですね、いろいろ入力をして、無事メールが届きまして、ご覧の通り、セゾンカードデジタルサービス、ご利用開始、ご利用手続きのお知らせということで、この度はセゾンカードデジタルをお申し込みいただきまして、誠にありがとうございます。お客様のサービス利用手続きや、 完了いたしましたということでまあ、何が言いたいかというとまあ、審査に通りましたということですねちょっと久しぶりにクレジットカード作ったんでほっとしておりますで、ちょっとここで冒頭にも言ったところなんですけどもメールの案内の中で届いたショートメールからリンクをタップして生年月日を入力してくださいっていうのは案内あったんですがでここの URL を実際にタップして生年月日の入力をしたかったんですが何回も何回もタップしてもセゾンポータルクレジット管理の画面に切り替わるんですよねまあ、結局はこのアプリを使うんですが その前に画面を進んでも生年月日の入力に全然たどり着かなくて、ほんとその日ですね、えー、これどういうことって思って何十回も何百回も何百回もしてないですけども、何回もトライしても全然うまくいかなくて、ちょっとツイッターにもつぶやいたんですが、コールセンターに問い合わせて、今こここういう状況で生年月日の入力ができないんですが、っていう風に言ったら、オペレーターさんすごい丁寧に対応してくれて、結構向こうの方でも、えー、何が起きてるんだろうっていう感じになってて、普通は生年月日の入力が出るはずなんですけどね、みたいな 感じでその日はですね全然うまくいかなかなったんですよですすよけども、なんとですね、次の日の朝に先ほどの URL をタップして画面を見たらですね、今出てるような本人確認画面の生年月日と入力の画面に切り替わってたんですよね。いや、多分あの、コールセンターの問い合わせてくれた人が、まあ、頑張ってくれたのかもしれないんですけども、おかげさまで無事にですね、セゾンパールアメックスを自分の iPhone、Apple Pay に設定することができました。 まあそんなこんなで今回はセゾンパールアメックスについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ今回ですね、僕がもともとこのカードを作った理由っていうのが、いわゆるそのビザラインペイクレジットカードの3%還元のキャンペーンが来年2021年の4月いっぱいで終了するということで、まあそれ以降何を使おうかなというふうに模索をしてました。でそこでこのセゾンパールアメックスが出てきたので、それをね、一つの候補として使おうかなというふうに思っております。まあおそらくね、 ちょっとキャンペーンがあるんで、今からでもちょっと使おうかなというふうに思ってます。で、それに加えて、この永久不滅ポイントの交換先っていうのが、かなりまあ充実をしてたので、そこの辺がまだ臨機応変に使えそうだなというふうに思いました。 けどまあ実際にね、僕が使ってみて、またメリット、デメリットとかいっぱい出てきそうな気もするので、またそこを改めて動画にしようかなというふうに思っております。で、もしですね、このセゾンパールアメックスの発行を検討されている方いらっしゃいましたら、ポイントサイトのモッピーを契約すればお得ですんで、登録がまだの方いらっしゃいましたら概要欄はぜひチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。